日刊現代週末レース予想の時間です。今週も武田さんと、そして電話の向こうは今週は大谷さんです。どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。お願いします。さて、東京の天皇賞ですね、とてもいいメンバーになったなと思うんですが、それはまた後ほど。まずは先週のおさらい、菊花賞です。まあ、菊花賞のおさらいが多分今日8割ぐらいじゃないか。はぁ、はぁ、はぁってか。いやいや、でも、竹田さんの本命は2着でしたよね。花さ、まあ、ちょっとツーポと花さではある。でかい花さだな。確かにね、うん、痛いな、正直痛い、はい、ね、あのレースね、終わった瞬間ね、私の LINE、ね、してきたんですよ。へっへっへって来たんですけど、まあ、私は外野放送ももちろんダメだったんですけど、残念でしたね、花さって返しておきました。勝ったのはアスクビクターモアです。まあ、アスクビクターモアが思った以上に、うん、ね、強かったというか、しぶとかったというか、そうですね、4コーナーでかわせるだろうなと、まあ、個人的には思って見てたんだけど、うん、はい、まあ、お江戸もお江戸も差がつまらん、うん、いや本当にね、もう最後ね、あのボードグフーシュが来たでしょ、うん、その時に田辺残せって私はもう、いや、かましてた。あのテレビの前で残せってあの言いました。ひでえ相方だな本当に。いや、もうこれだったらもうぜひあのビクターも上がってくれって思いましたね。はい、そうでございますか。はい、でも本当に強い、はい、あのね、前々っていうかね、あの競馬をして最後まで本当しぶといレースを見せてくれましたよね。うん、いや、何がすごいってさ、まあ、時計もそうだしね、うん、本当、まあ、これがやっぱクラシック本流歩いた馬なのかなっていう、うん、はい、気もしますよね。うん、あ、そうですね。で、田辺ジョッキークラシック念願の初勝利、はいはい、おめでとうございますって感じだね。おめでとうございます。本当ね、よかったね。ほら、福島県出身ですから田辺、あ、ね、同郷ですよ、福島だもん。中通りですけど、私は会津ですけど。そう、だいぶ違わない。そんなこと、いや、そんなことないですよ。あ、そうですか。はい、まあ、花さで、ま、敗れたボルドグフーシュです。うん、惜しい、はい、うん、惜しい。本当、そ、まあ、正直その言葉しか出てこないな。うん、でも最後本当にもうかわせそうでかわせなかった感じでしたね。うん、ですね、はい、でもさ、まあ、こうやって一面でね、ドーンとやらせていただいたんで、はい、7番人気2着なら上々だろうよ、本当は。そうですね、へっへっへの意味も分かりますよ。うるさいな。、はい、まあ、でもひっくり返ってればね、もっとついたんで、まあ、こればっかりは言ってもしょうがないんだけど、はい、でのあとは当然何か分かるよね。ガイアホースは8着でした。はい、そうです、ということですよね。うん、あれだけ勝つとわしで言ったべ。そうですね、もう、ま、でも勉強になりました。母父黒船。あ、そうですか。はい、勉強になりました。ありがとうございます。ちょっと大谷にも聞いてみましょう。はい、そうですね、ガイアフォースはやっぱ枠順とスタートが痛恨でしたね。うん、はい、もうちょっとあのスタート休め打って、まあ普通の枠だったらね、そのまんまじっとしてれば 3000m 良かったんですけど、まあ最内枠ってことで、そこからポジション取りに行かざるを得なくなって、で前半頭を上げるような場面があってちぐはぐになったんですけど、まあその前半5波論58秒7のところであれやっちゃったら、ちょっと 3000m の競馬無理ですよね。一番厳しいところで一番力んで走っちゃってんで、まあだからなんと言いますか、こうね、長距離適正に関してはちょっと次にどうか見るのは持ち越しになったかなと思うんで、まあどうですかね、次長い時に長いとこ使ってきた時に人気があったら切って、人気がなければ買うっていうスタイルでいいのかなって感じですかね。ちょっとこの一戦で評価しがたい負けになっちゃいましたね。いや、俺も将来的にはこのメンバーでも屈指の存在だと思うんですよ。はい、うん、あの今回は評価そんなにしなかったけど、うん、
それは単に、まあ、1枠1番という枠順もそうだし、3000という距離が合うと思わなかったからっていうだけの話で、ただでも58秒台の流れの2番手にいたアスクビクターモアが勝つんだから、やっぱこの馬が今回のメンバーでそうで抜けすてね。強かったな、そうですよね。本当に。そう思います。正直、アスクビクターモアが前、西野捕まえに行った時は、やりすぎかなと思ったんですけどね。いくらなんでも強すぎるだろう。もう4角もあって、リード広げてたとはいえ、ちょっと、さすがに厳しいことやっちゃってんじゃないかなと思った。なんかよく残しましたよね。本当にそう思いまそう、す。タイトルホルダーの宝塚記念と同じ印象を持った。そうですよね。いや、早い流れ番手で追走して早めに前潰して、いや、ない残競馬でしす、ょうと思っもうたら、ね、残すんだもんね。まあ圧勝とね、花差がの違いはありますけど、いや、すごい競馬だなと感心いたしましそうた。ですね。アクスクビクターも関係者の皆さん、おめでとうございます。まあ、皐月賞で本命にした馬だからな。 それもね、そこそうがすまれたば菊で本命にね、しにくいところでもある。そうですね。まあ確かにそうですよね。さあ、そして今週からは、海外からのね、ジョッキーが参戦するということで。なんか少しずつコロナ前に戻ってくるんだよな、今週から。そうですね。今回のね、目玉の一つとしては、ドイル夫妻が来るという。だってこの夫のマーク&ジョッキーも今乗れてるしね。2人揃って今年91勝だったかな？すごいですよね。 2 人でリーディング2位だってさ、どういうことすよ。ごいよね。ね、乗れまあてまこすのね。2人、まあ日本初来日なんでね、どういう騎乗を見せてくれるかですけど、あとまあほぼ毎年に近い、まあ来てない年ももちろんありますけど、クリスチャン・デムーロね。びっくりするよな、こんな3人来て、さらにこのあとラそうイでアすン・ムよ。ーアムでしアも来ょ、るしね。ダミアン・レンクルでしょ。本当はスミオも来るはずだったんだからって感じですよ。まあこれだからね。なんか本当にこうコロナ前に戻ってきたかなっていうようなね、印象があって、まあ良かったですよね。本当外国人ジョッキーがね、もうずらりずらりと並ぶっていうのが天皇賞の週からっていうのがね、もうここのとこのパターンだったので、まあ今回ね、まあマーク&ジョッキー、アブレイズ乗りますけども、まあ目玉はやっぱりクリスチャン・デムーロだな。そうですね。ということで、大谷記者と私、本命対抗ともに今回なぜか一致しました。珍しいですね。本命一致はたまにあっても、対抗まで一致するっていうのが、だからまあ考え方が似てるんだろうけどね。結局これです。3歳馬も魅力はあるんだよ、確かに。しかし4歳馬はもっと強い。これです。じゃあ大谷記者にシャフリヤールをお願いしましょう。そうですね。まあね、本当、考え方の基本としては武田さんが今言った通りなんですけど、やっぱこう3歳馬が今回そこそこ人気する中で、ちょっとそれよりも古馬の方がやっぱ上に見たいなっていうのが、まず3歳で天皇賞勝つって本当大変だと思うんですよね。まあ過去に3頭、バブルガムフェロー、シンボリクリスエース、そして昨年のエフフォーリアですか。まあもういずれも名馬ですよね。で、名馬であり、もうこの時点での完成度がかなり高かった馬なんですね。そうです。もうおそらくエフフォーリア、まあ今休養中で、この後どうなってくるか分かんないんですけど、もう天皇賞はエフフォーリアのここまでのベストパフォーマンスだったと思うんですね。もう正直、今のところ見る限り、一番競走馬としてのピークに近い状態だったのではと。まあ過去振り返っても、バブルガムフェローなんかも、もともとね、朝日杯、当時はまだ朝日杯3歳ステークスだったのかな。確か。勝った、もう、ね、ちょっと早熟気味な
ところで完成度の高さを持って3歳馬としてここに来てるし、まあ、シンボリクリスレースは、ダービー2着の後こう、ね、あの前哨戦の神戸新聞杯、まあ、前哨戦っていうのもあれですけど、うん、あの皐月賞馬ノーリーズンを破って、はい、もう正直何の不安もない状態で天皇賞に向かってきてるんですね、はい、でそれに比べるとこう今年の、サンサイバーはちょっと、まあ、スケールの大きさは、過去の天皇賞勝ったサンサイバーに引けを取らないものがあると思うんですけど、はい、まあ、いずれもなんか弱みをまだ抱えているというか、コバになったらこの馬たちはどんぐらい強くなるんだろうっていう雰囲気を残しながらの参戦だと思うんですよ、はいはい、まあ、完成度でいけばジオグリフが、ね、いるんですけど、やっぱり骨折明けっていうのは気になりますし、まあ、イクイノックスはここまでまだね、ダルンベルーガもそうですけど2頭ともキャリア4戦しかしていない、はい、休み休み使って、ね、それぞれちょっとまだ気になるところを抱えつつの挑戦ですから、だったら、もうここで完成してきっちりここを取りに来たっていうコバの方を上に見たいなと思って、シャフリーアール本命ジャックドール対抗っていう結論になったんですね。まあ、シャフリアールに関しては、去年のジャパンカップで3着に敗れた時はですね、まだもともと440キロから50キロの小柄な馬なんですが、線の弱さというか非力なところも残しながらの3着だったんですけど、はい、まあ、そこで3着に敗れてから年が明けてね、ドバイシーマクラシックでジャパンカップで先着を許したオーソリティに、リベンジを果たして、まあ、ダービー馬として史上初 の、 海外 G1 制覇、ね、成し遂げてますし、まあ、前走のプリンス・オブ・ウェールズ・ステークスに関してはちょっと、ね、アスコットのあれだけ起伏の激しい、もう正直日本から見たら山岳コースって言っていいような そうですよね、コースですからね。はい、まあ本当にこの馬ディープインパクトらしい切れ味を武器にするタイプだから、ちょっとああいうコースは合わなかったのかなって印象です。まあそれでもね、海外でこうやって揉まれてきた経験はプラスになると思いますし、今週水曜日のハンドではもう自身初めてラスト 1ハロン11秒台出してきてね、パワーアップも感じさせますから、うん、ここはコバの貫禄を見せてくれるんじゃないかなと期待して本命です、うん、はい、はい、シャフリーアール、はい、うん、いや、まあ世代間の話なんだけどね、うん、はい、まあ、ちょっといろいろ調べてみて、うん、いや、よくよく考えたらさ、去年の秋エフフォーリア、うん、今年の春タイトルホルダー、はい、結局ずーっと4歳馬がさ、まあ、ね、今の4歳世代ね、はいはい、がこの路線を牽引してきたことになるのよ、うん、はい、そうですね。で実際にまあその2頭だけじゃなくて、世代を超えた G1 で、ね、世代限定の G1 いくら、はい、数えてもしょうがないので、はい、3歳以上4歳以上の G1 をその世代が宝塚記念までにいくつ勝ったか、はい、今の4歳ってもう8勝してるんだよ。ピクシーナイトがまずスプリンターズステークス勝ちました、ね、はい、エフフォーリアが天皇賞秋有馬記念、うん、はい、タイトルホルダー天皇賞春、うん、でビクトリアマイルをソダシ、ね、安田記念ソングラインで宝塚記念タイトルホルダー、はい、これで7つでしょ、うん、国内7にシャフリアールのドバイシーマクラシックで8、うん、はい、これ例えばさ、うん、今の5歳世代、はい、5歳世代が4歳時宝塚記念までにいくつ勝ったかっつったら、うん、たった2つなんだよ。カフェファラオのフェブラリーとレイパパレの大阪杯、うん、はい、そうですね。この世代は今 5歳でポタジェの大阪杯でやっと7つ目、はい、でいかに今年この世代が G1 を勝っているか、うん、でこの
宝塚記念までで8勝したっていうのはね、ほんと史上最強と思える、現7歳と同じ数なんだよ。で、現7歳の頂点って何かっつったらアーモンドアイなんだよ。ワオっていうか、もうアーモンドアイさんが頑張ったってやつですでね。もね、いや、そうじゃないの。アーモンドアイが勝った G1 ってジャパンカップの一つだけなんだよ。おお、そドこバのイ行ってね。もドバイ競馬なかったはいじゃはない。いはい。そうですね。確かに。で、そんなこんなで、まあ、はい。ステルビオのマイルチャンピオンシップから始まりね、インディチャンプの安田記念までで8つ勝ったのよ。このおお、時まで点ね。はまい。での8つってのがね、史上最多なの。なるほど。だいくら今年3歳確かにね、う強そうに思えてん、も、うん、上が強すぎるなるほっていうど、のが一つ。はい、と、去年のシャフリヤールのダービーの記録は本当にすごい。うん、今年ダービーレコード出ましたけど、はい、去年のダービーだってね、前半60秒3ってそんなに遅くもないのに、後半57秒0ってね、このコースの史上最速よ。それを3コーナー11番手から差し切ったシャフリヤール、まあ56秒、っていうぐらいのすごい足。それに加えて毎日杯を1分43秒9だっけ？だったかな？1分43 13秒秒9、43秒9ですね。のレコードで勝った、うん、まあ中距離のスピード。はい。これはやっぱジオグリフにもイクイノックスにも求められない、やっぱ一つ上の存在だなと思います。なるほど。だこれはもう先週のボルドグ風州とは全然違って硬いかもしれないけど、はい。自信の本命ですわ。お、そうですか。でもなんか記事見ましたよ、クリスチャン・デムーロが東京の重賞弱いっていう。一回も勝ってないんだよね、いまだそうに。そうそうそう、それをね見ましたよ、現代の記事で。まあ、それは確はかい。にね、事実。そう、そう、そうなんですよね。まあ、でもあれほどの名手、いつかは勝つよ。まあね。まあ、と、そう、思はい。います。はい。で、2人とも相手本戦がジャック・ドール。まあ、これも大谷記者にお願いしましょうか。はい。そうですね、まあ、ジャック・ドールに関して言えば、まあ本格化、連勝が始まってから最初につまずいた大阪杯に関しては、もう感覚が詰まっていたことが一番の敗因かなと思うんですね。はいはい。はい。そうでで、すね。はい。札幌記念ではパンサラッサ行かせて4番手3番手と控える形でも結果を出して、まあ何て言いますか、今回に向けてのいい練習といっちゃなんですけど、そういう形で結果を出したのは大きな収穫ですし、この馬やっぱり広いコースの方が合ってるタイプだと思うんで、東京に変わるのもプラスだと思いますし、まあ今回は、中9週かな、きっちりと間隔を空けて、もうそれこそダービー以来5ヶ月ぶりになる、3歳馬よりもより良いローテーション、もう本当適度な感覚で臨めるっていうのはアドバンテージだと思うので、まあ相手本戦いいかなと思います。パンサラッサが出てる競馬を経験してるってのは強みだな、この馬の。そうでそうすですね。だってね。ちゃんとね、差し切ってますからまあ、たね。だ札幌記念、さすがに時計見ると、と思うから、この2分1秒台の決着ってのはい。ね、そこでちょっと強く押せないところはあるんだけど、まあでも現実問題として白富士ステークスとか金鯱賞とかね、1分57秒台で勝はっい、てますそうでし、すね。まあベストポジションに収まる可能性ははあい。るよね。さて、注目の3歳馬、まあ、大谷記者は、まあ、ジオグリフは白三角、イクイノックスが中の4番手、まあ、私さ、まあ、この2頭、まあ、力は勝ってるんで、もちろん3、4番手なんですが、目黒さんはジオグリフを上に見て本命と。まあね、もちろんね、もう3歳4歳のね、
でやると4歳のねその実績を言われちゃうとムムムっていうところはあるんですが、まあでも3歳のこのね この子たちが子どもたちが対戦する初めてですからね、分かりませんよ。はい、であのすごく迷ったんですよ。ジオグリフにしようか、イクイノックスにしようか、ジャックドールにしようか、すごい迷って、で結局あのジャックドール、最後に残ったのはジャックドールとジオグリフでジオグリフ、なぜイクイノックスがこうなったかっていうと、やっぱりねその大外だったとはいえ勝てなかったわけですよ、2戦とも。まあ、ついに大外の呪縛から解放されたけどな、うん、そうそうそう、だから今回こそね、まあ、あの本当の力が発揮できるのかもしれないんですけど、すごい足で追い込んできても結局は2着なんだよなっていうところに比べると、ジオグリフは皐月賞なんと勝ってるっていうところと、あとはその、うん、なんていうかね、この困った時の福永騎手っていう、どういう意味だよ。もういやここのねこう全部いろいろ考えた時に、でジオグリフは結構も最初からもう札幌2歳を勝った時から結構いいって思っている馬なんですけど、今週の、追い切りの後の福永騎手の、コメントとかも見ると、あの骨折明けとはいえ、あの先週のスターズオン、あ先々週かスターズオンアースのように、まあ、剥離骨折、そもうほとんど同じようななんか。なんかほとんど普通の休養と同じような感じで過ごせたんだなっていう感じのことがすごくよくわかるっていうような感じのところだったので、これはジオグリフ、あのやっぱり、ね、勝ち切ったレースがあることが私はいいなと思ってジオグリフにしました。まあ、これ福永ってのが気になるのはさ、うん、福永3週連続でシャフリヤールの攻め馬乗ってんだよな今回。でもこうジオグリフに乗るんだよ。まあ、敵を知りっていうのはあるかもしんない、うん、はい、まあ単なる、まあ、こう言っちゃなんだけど未練かもしれないけどまあでもね、まあそこはどうなんでしょうかね、まあ、馬主サイドのね意見もあるでしょうし、うん、あのその辺の人間関係よく分かりませんけれども、はい、でも福永騎手はジオグリフに乗るということですね。まあスミオンって一回発表されてね、結局元さやで頑張んないとな、はい、ということで、はい、大谷記者の黒三角、はい、ダノンベルーガー。そうですね、ダノンベルーガー、まあ、これが3歳最上位っていう見方だね、うん、そうですね、これね春よりも、順調度が高いと言いますか、まあ1週前にね結構びっしりやって、はい、6ハロンで79秒、うん、すごい時計出したんだね、35秒71秒2っていう猛時計出したんですけど、その後春はね確かダービーの前とか1週前きっちりやって、日曜日とか土日を抜いて翌週だったと思うんですね、はい、それが今回日曜日かな、販路もきっちり上がって時計になってるんで、おそらくこれコメントでも言ってたけど、デビュー前以来かなとなる、うん、この販路で時計出したっていうのが、なんで、まあ、もともとのウィークポイントのこう右友とか含めての状態の良さもあるからこそだと思うんで、はい、うん、まあダービーの時よりも一歩前進した、成長したところで、使えるかなと思うんですけど、まあ、まだねこの馬ただやっぱこうなんていうか500キロある割に500キロに見えないというか、ちょっと線が細いところがあるというか、まだこの馬良くなるんだろうなっていうのをすごい感じるんですね、まあ、そういうのを含めてこうね、なんていうかまだまだ成長の今ね停滞期ってほどでもないけどね、ちょっとこうね成長待ちなところがあるとも感じるんで、3番手とかまでにしました、うん、来年じゃないかこの、うん、そうなんですよね、うん、来年相当強くなるかなと思うんですけどね、うん、ちなみに大谷さんはミホでダノンベルーガとジオグリフとイクイノックスの調教は見られたんですよね。あ、見ましたね、はい、でもうねイクイノックスとジオグリフはもう水曜朝一も続けてきてたから、はい、なかなか見るの大変だったんですけど、ついでにスワンステックスの
スカイグルームまで合わせるのが3組連続で来てたんで、はい、そっかそっか。だったんですけど、あ、なるほど。でももうね、2頭とも本当、A 評価ついてるようにいい動きでしたね。あ、もともとこうね、ジオグリフともうイクイノックスもね、攻め馬、目立つタイプではあるんですけど、今週の動きだけ見て、少なくとも仕上がりに不安は感じないかなと思いました。なんか今回はジオグリフとイクイノックスが同枠になって木村厩舎だし、横山親子は隣同士だし、吉田兄弟も隣同士だしっていうね、なんか結ほ構んね、まやね。そう、結構本当ね、ですね。そう、そういうの結構あるんですよ。なんか ね、まとめにくいだろ。ごめんごめんごめん。いや、そう、なんかそういうね、見方もあるよっていうことで、なるほど。ね、ちょっとね、真ん中の4頭にね、まあちょっと人気集中するのかなという感じもするんですけど、でこれの枠連の4号がめちゃもう安いんじゃないかっていう。まあそれはめちゃまあくあちゃれ売でれするだね、ろうね。天皇賞、この府中の2000メートルだからどうしてもね、外枠にみんな入りたくないっていうところで、有力馬がある程度真ん中より内側に入ってきたってことでね、あんまはこう枠順による言い訳がしづらいところに入って、まあこれで面白くなったかなと思いますね。そうですよね。でここにね、違う馬がこう入ってくるかどうかっていうところもね、また見どころの一つかなという。あとはそうで展す開ね。的なもので、ノリさんのバビットの出方とか、ああ、そうですね。なんかね、こう特ジ徴ャッのクあドる。ールがどう動くかとか、そうでまあ、す花はね。パンサラッサだろうけど、パンサラッサもまこたのいい馬でも枠でゲートね。の出は悪いじゃない。それが内枠入ったでしょそうするとね、バッと、ま、他の目に入られてしまう可能性もありますよね。だから本当ね、バビットがどういうレースをするかですね。前回ちのょっりとさん。1年半ぶりで逃げて粘ったのには、ああまだ終わってねえんだなこの馬って思わせましたからね。そうですよね。印までは回んないけど、どうこれがどう絡んでくるかっていうのは一つの焦点かな、こので、レーまスたこれがね、ノリさんだからまたこれね、の。すごい極端なレースすんのかなみたいな感じで、とても楽しみな部分ではあります。ということで、天皇賞秋ですが、大谷さんも武田さんも本命はシャフリヤールです。私はジオグリフにさせていただきました。どうなることやら、皆さんもいろいろ悩んで決めてください。ぜひ皆さんの馬券が当たることを祈念いたします。ということで、今週はこの辺で失礼いたします。皆さん頑張ってください。